怪しいよな。今までと雰囲気違うね。つーか、明らかに怪しそうなもんがあんだけど。あれは？行くぞ、ついてこい。何これ？やっぱり我が輩の思った通りだ。これは石だぜ。パレスってのは、その場所が本来あるべき姿から主の認知で歪んだ姿だ。その歪みが集まって生み出されるのがこれだ。我が輩は石って呼んでる。歪んで集まって石？もう一回説明するか。とりあえず石な。で、どうするのこれ。いただいていく。お宝ほどじゃないが、これもレアもんだからな。もらっておいて損はないはずだ。でもこれ、本当に取って大丈夫？何か起きたりしねえだろうな。こう、罠とか呪いとか。とりあえず大丈夫っぽいな。この調子じゃ他にもまだありそうだ。我が輩の見立てが正しければあと2つはあるだろうな。え？なんでわかんの？匂い？犬みたいだね。あ、猫か。猫じゃねえし。だけだからな。おっと、シャドウ。しかも強そうだぜ。すげえな。鴨志田の石か。遠慮なくいただいてこうぜ。よし、二
2つ目の石ゲットだな。気づいたか？っていうか、ふむふむ。よく聞け。